Benvenuti a Tiger Ace. Mina san, konnichiwa, buongiorno, buonasera, come state? もう一回私のチャンネルね、会いに来てくれてありがとうございます。今回、スパゲッティじゃなくて、もうちょっと家で作ってる料理をやりたいと思います。今回はモッツァレッラインカルロッツァを作ってみたいと思います。イェイ！で、このモッツァレッラインカルロッツァはね、日本に見たことないんですよ。日本に見たことないからこそ、ちょっと、作ってみたいし、日本人ってさ、よくとんかつとか好きんじゃないでしょうか。で、それはね、結構似てる味だから絶対好きになると思います。では、このモッツァレッラインカルロッツァはね、何が今日使うのは、今からを紹介したいと思います。モッツァレッラチーズの2つパッケージ、よいしょ。あとはパン、普通の柔らかいホワイトブレッドを使いたいと思います。あと2つの卵と、あと小麦粉、最後はパン粉で、そのパン粉はね、日本は普段とんかつのために作ってるあるなんですけど、これを見てる通り結構ちっちゃいんですよ。だからもう一回ミックスしてから、もっともっともうパウダーみたいになるまでにミックスしてます。あと最後はちょっとね、これはポイントなんですけど、アンチョビです。では、今日も、ステファノさんを見ながらちょっと作ってみたいと思います。バイcuciniamo。per prima cosa、 まずは、モッツァレッラを切りたいと思います。モッツァレッラブーバラがあれば一番いいなんですけど、なかなか日本見つからないから、普通のモッツァレッラでこんな感じで切ります。柔らかくていいね。よいしょ。オッケー、こんな感じでもで、みんな知らないと思うなんですけど、私も知らなかったんですけど、このモッツァレラカルツはね、もともとカンパーニャ、の出身は、まあ簡単に言うとナポリで、よく人気です。で、この料理はどっちかっていうと、皆さんが見てたのイタリアのレストランの注文の仕方はね、これはアンティパストなんだけど、よく家で作って、おばあちゃんとか特に作ってもらって、いい子だったらモッツァレッラインカルロッツァ作ってあげますよって言ったりとかします。で、今はモッツァレラとアンチョビで使うって思ってますが、モッツァレラとアンチョビじゃなくて、他のもの、トマトとかハムとかを使っても全然いいです。もっとバリエーションがあると思う。自分のファンタジアを使ってみて、料理をしてみてると思います。チキンペーパーの上に、チーズを並べに行きたいと思います。よいしょ。これはね、全部その水が出ないように足りない足りない、とりあえずこんな感じで、よし、これに水を入れて、あとはプッシュします。これは全部のモッツァレラの水が出るまでに。では、今からパンを並べにいきたいと思います。よいしょ。1、2、3くらいが入れますよね。では、ですね、まあオリジナルのやつは結構そのモッツァレラチーズとアンチョビなんですけど、トマトとかサラミとかハムでもすごい美味しいし、みんな自分のファンタジーを使ってやってますが、例えば生のものとか、その生のトマトじゃなくて、それが蜜がたっぷり入ってるから、できれば蜜があんまり、ない食べ物だったら OK です。ここにアンチョビ、アンチョビ超大好きだし、アンチョビのコスプレもしてたし、超可愛かっただから、超好き。はい、今からアンチョビを入れます。1、2、私好きだからたっぷりにしますが、皆さん1個だけでも大丈夫です。はい、きました。でパンをのせます。でパンをのせるためにちょっと力入れてギュッギュッてしてください。 OK で今からこの周りの硬いやつを入れたいと思います。では先にミニをカットします。 OK ではハーフにカットしにしたいと思います。おお、あ、そうですね。ただーん。では今から卵とちょっと塩を入れて、でここにね、やっぱりお見たらちょっと適当だったなんですけど、このぐらいのにしようかなと思って、で優しくてのせます。 まずは小麦粉に入れたいと思います。よいしょ。いい感じですね。でこれが卵入れる前にもう一回置いて全部してからその後卵入れたいと思います。なぜというと小麦粉はねちゃんとパンが、一緒になるように やらなくちゃいけないから。はいでこの小麦でこのままで2分ぐらいを待ったらの、待ったの方がいいですよね。でそこから今卵のやつに入れて2つのフォークで回りたいと思います。私もフォークをダブルフォーク使うのは初めてです。 まあ箸とか使っていいと思う。よいしょ。あ、いい感じになってますね。で今からパン粉の方に入れたいと思います。おあ、やっぱり日本のパン粉はねちょっと違うんですよ。色と形が全然違う。これはね2回目するから。でこれが終わってそのフリーザーが後は入れるように。じゃあ ドラゴンボールのフリーザと一緒だね。今フリーザからを取って同じこと繰り返します。こんな感じでね、やっぱり日本だとこのパン粉はね柔らかいですね。これ硬くならなくちゃいけないなんですけど、まだなんですけど、とりあえず2回目をやりたいと思います。で小麦がいらなくて卵とパン粉だけで 入れたいと思います。これはい入れます。このままでよいしょ。オッケー。はいでは今から入れたいと思います。じゃーん。オイルがいい感じ見えるので いきます。せーの。おー、あ、いい感じだね。あと何と言うんだっけ、これってさ、なんか日本にも人気になると思うんですよ。やっぱり見たことないなんですけど、絶対日本人もこの味も好きだし、できれば自分のプロデュースしたいですね。自分のゆりこの モッツァレラカロッツァ、なんか日本人が作ってるみたいですね。じゃあエレノーラのモッツァレラカロッツァ。あでもさ、モッツァレラってさ、たまにおっぱいっていうのことだから、めっちゃエロな意味がつってるじゃん。嘘、やばい。めっちゃエロい意味つけてしまった。モッツァレラカロッツァ。 なるのようになくしてね。はいできましたので、ちょっとカットしてみたいと思います。うわーおお、あいい感じ。あ溶ける。すごい。はいあったかいうちにいただきます。ボナペディード。Mamma mia, buone,本当美味しい。やばい、本当これはね、よくイタリアのストリートとかよく売ってるの食べ物なんですけど、本当そんな感じする、超うまい。外は硬いなんですけど、中はすっごく柔らかくて、チーズがとろーんって食べるはいいですね。これはね、ストリートなね、どこかの原宿とかね、ストリートで見たいんですよね。ぜひ飲んでください。ではこれは以上でした。皆さんは他の料理を見たいの方はぜひコメントしてください。あと忘れずにチャンネルの登録して、また次へ他のコメントとか Twitter とか Instagram もやってますので、そちらにもチェックしてみてください。Ci vediamo alla prossima, provateci anche voi, tanto so che ci farete sicuramente meglio di me. Ci vediamo, ciao, un bacio.